皆さんこんにちは。3ヶ月で6キロ体重が落ちました。ビーレジェンド小林です。で、今回お話しするのは減量の話ではなくてですね、トレーニングで扱う重量が伸びなくなってしまった時にどういう対策したらいいのかというお話ですね。以前にベンチプレスの重量が停滞した時にやってほしいことという内容で動画を出しました。まあその時にはね、ちゃんとしたコーチに教えてもらいましょうとかですね、トレーニングの頻度を上げましょうといったお話をさせていただいたんですけども、今回はまた別のね切り口からお話をさせていただければなと思います。あくまでもね、これは私の経験とかコーチから教えてもらってる指導内容なんかを元にしたお話ですので、参考程度に考えておいていただければなと思います。私から提案する内容ですね、2つあります。1つ目は種目のレップ数を変えるということです。レップ数というのはですね、1セットの中で何回やるかということをトレーニング愛好家の間ではね、よくレップ数なんていう言い方をしたりします。まあここでもね、レップ数っていう言葉を使わせていただくんですけども、例えばですね、10回3セットでどんどんちょっとずつね重量が伸びてきたのがピタッと止まってしまって全然伸びなくなってしまったっていう時は、まず私がやっているのは目標にするレップ数を変えるということなんですね。まあ例えば10回3セットで伸びなくなってしまったっていう時は、ちょっと重量を上げて、その代わり1セットあたりのレップ数を落としてですね、8回3セット目標でやるとかですね、6回3セット目標でやる。例えば6回3セットでどんどんまた調子よく伸び出してまた止まってしまったっていう時は、今度は重量を下げて12回3セット目標でやるといった形で、種目のですねレップ数を変えることで、こう刺激の種類を変えてあげることによって停滞を打破していくっていうのがおすすめです。レップ数が変わるだけでですね、種目によっては本当にね別の種目かと思うぐらい刺激の種類が変わってきます。例えばスクワットなんかはね、6レップ3セットとかの少ないレップ数で組むと、恐怖を感じるような本当に重さと戦うようなトレーニングになってくるんですが、これがね12レップ3セットみたいなちょっとねレップ数多めのトレーニングになってくると、息が苦しくて苦しさと戦うようなトレーニング、下半身のね筋肉がこう疲れてきて焼けつくような感じがしてくるので、そういうのを戦うようなトレーニングになってくるので、人によってね得意不得意って結構あるんですよ。多めのレップ数だとなかなかね苦手でできないのが、重い重量で低いレップ数だったらすごい上がるとかですね、逆にかなり高重量で低レップでセットを組むとちょっと重さにびっくりしてしまってね、なかなか重量が伸ばせないんだけど、多めのレップ数でセットを組むと重量を伸ばしやすいっていうような、人それぞれこう特性があるので、そういう特性を知るためにもですね、同じ種目の中でこうレップ数を変えてちょっと変化をつけてあげるっていうのがおすすめです。2つ目の対策なんですけども、補助種目にちょっと力を入れてみるというのが私のおすすめです。例えばですね、スクワットの補助種目として考えられるものでいくと、ブルガリアンスクワット、ヒップスラストとかですね、やってきます。こういった補助種目をちょっとメニューに取り入れてみてやってみる、あるいはですね最初からそういう補助種目もメニューに入れてやってるよっていう方は、その補助種目を一番最初に持ってきて、体力が一番あるうちにその補助種目でしっかり追い込むっていうようなやり方でちょっと変化をつけてみるのがおすすめです。大抵ですね、そういう補助種目っていうのはメインの種目だけやってると弱くなりがちなところを鍛えるような種目ですので、補助種目をしっかりやり込んでいくことで自分のね弱かったところが底上げされていって、それによってメインにしているね種目の重量も伸びやすくなる、筋力のバランスが整うことで重量が伸びやすくなるだけでなくて怪我をしにくくなるっていう嬉しい効果もあったりしますので、補助種目にねちょっと力を入れてみるっていうのもおすすめです。他にもまあ代表的なものでいくと、ベンチプレスの補助種目として挙げられるものでいったら、まあダンベルのベンチプレスとかダンベルフライとかですね、ベンチプレスよくやる方なんかは肩甲骨周りとか肩のね後ろ側の筋肉っていうのが実は結構大事なんですね。そこの筋肉が弱いと怪我の原因になってしまったりするので、リアレイズとかですね、ベントオーバーローとかいう種目も実はベンチプレスを怪我なく強くしていくためには結構大事な種目だったりするので、ベンチプレスで伸び悩んでる方はそういう種目を最初の方にね入れてやり込んでいくっていうのもいいんではないかなと思います。あとはデッドリフトですと、ルーマニアンデッドリフトとかですね、グッドモーニング
とか、よくねパワーリフターの方がやってるんですけども、 2,3 センチぐらいの高さの木の板なんかの上に立って高い位置からバーを引くディフィシットデッドリフトなんていうやり方があります。そういう補助種目を最初の方に持ってきてやり込むっていうのはおすすめです。よくねお客様からの質問とかでもあったりするんですが、変化が停滞してきたらこう種目をねガラッと変えた方がいいんじゃないかとかね、種目を変えるタイミングの目安はありますかなんてよく聞かれたりするんですけども、変化が停滞したからといってトレーニングの内容自体を全く別のものに変えるというのは私はあんまりおすすめはしていません。そういうやり方が有効なのはもう本当にねトレーニング何十年も続けてですね、あらゆる種目の伸びしろがほとんどなくなってきて、これ以上重量を伸ばそうとするともう怪我のリスクが高すぎて危ないっていう方、そういう方なんかは毎回ね別の違うトレーニングをやって常に新鮮な刺激をね体に与えるなんていうやり方もすごい有効だったりするんですけども、そういうねごく一部の超上級者でもない限りはビッグスリーと言われるようなコンパウンド種目を中心とした基本的な種目をいかに伸ばしていくか、怪我なくやり込んでいくかっていうことを考えてトレーニングをしていただきたいなと私個人的には思っています。基本的なコンパウンド種目が伸びなくなったからといってガラッとねまた別の種目に変えてしまって基本的な種目をやらなくなってしまうっていうのはすごくもったいないことなので、たとえね一時的に停滞したとしても基本的な種目を伸ばすっていう考えだけはねしっかり持ち続けてトレーニングをやっていただければなと思います。今回はトレーニングの重量が停滞した時に停滞を打破するための方法について2つお話をさせていただきました。トレーニングのレップ数を変えて変化をつけてみる、補助種目にちょっと力を入れてみるということですね。ぜひ参考にしていただければなと思います。他にも聞きたいことがあればコメント欄によろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。